タレレ子守歌中島直樹です。新年明けましておめでとうございます。毎年大晦日はオリストメンバーで集まってカウントダウンをするんですけども、それができなかった2020年の大晦日 で年が明けてもなんかこう明けた感じがしてないところもあるんですが、2021年になりました。今年のスタートもちょっと僕にとってはいろんなことがあったスタートになりましたけども、それはまた曲の後にお話ししたいと思います。今日のギタレレ子守歌、ミスターチルドレン And I Love You。 飛べるよ君にも、羽を広げてごらんよ、一緒に行こうさあ準備を、ほら早くしておいでよ、はぐれずについてくれるかい僕に。今も欲しがってくれるかい僕を。傷つけ合うためじゃなく、僕らは出会ったって生きれるかな。今わかる答えは一つ、ただ一つ、I love you and I love you and I love you。 ミスターチルドレン And I love you、ギタレレでお送りしました。2021年が始まりまして、まずは買い物をしました。キーボードをね、お借りしてたものを返したという話を、やめテレビであったりオリスト YouTube であったり、この弾き語りチャンネルであったりしたと思うんですけども、それに伴ってまあイベントに出る予定は今のところあんまりないんですけどね。でもこうイベントとかで使えるキーボードもしくはシンセサイザーが欲しいなと思っていたんですけどもね、やっぱりこう安い買い物じゃないですからねと思ってたんですが、もう購入しようということで買いました。それが1月1日に届いたので、まあ、新しい相方との出会いですね。そして1月2日から生配信、これはスマートフォンと LINE ライブ、ミキサーをつなげてが今のところできなくなったということで、パソコンからやってみたんですけど、何度もこううまくいかなくて、結局深夜配信になっちゃいました。お付き合いいただきました皆様ありがとうございました。ちょっといろいろあってね、アーカイブは残してないんですけれども、そして1月3日ですよね、今日ですけども、このパソコンでの配信がまだ慣れてなくて、配信終了したと思ってたらまだ続いてて、危うくというかもうほぼ放送事故みたいなね感じで、こういろんな意味でドキドキさせてしまったんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、それもアーカイブ残ってないんですが、まあその環境のせいにせずに、スマートフォンでできなくなったらパソコンでやると、で画質が悪いならそのパソコンとビデオカメラを接続してみるとか、こういろんな方法をやって、でよりいい形でまた配信ができたらなと思ってますので、2021年もよろしくお願いします。そしてこの Mr.Children の Under I Love You ですけど、梅ピーがね、まあとはいってもカラオケボックスに梅ちゃんと行ったのは2回とか3回かな、2回くらいしかないんですけど、梅ピーがカラオケの最後に歌う曲らしいです。1回しか聞いたことないですけどねということで、ギタレレ子守歌、ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。